皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。いつもねデジタルガジェットを中心に紹介しているうちのチャンネルなんですが、今回はちょっとね系統の変わったものをご紹介したいと思います。カー用品なんですけれども、今回買ったのがこちらですね。先日のアマゾンのゴールデンウィークセールで購入したんですけれども、こういったものですね。土屋ヤックさんの社内用品、収納バーヘッドレストマルチバー RV69 という商品です。でお値段がね今セール価格になっていて1200円ということなんですが、いつもはですねだいたい1600円台で販売されていて、僕もねそれぐらいの価格で購入しました。でこれ何かというと、この写真でね見るのが一番分かりやすいと思うんですが、車のヘッドレストを支えているここにね2本のポールがあると思うんですけれども、そこに取り付けるこういうフック、そしてバーですね、こういったものが一体になっているものです。でねよくあるのはこういうふうな買い物袋をぶら下げたり、あるいは傘をねぶら下げたりするとか、あるいはバーがついておりますので、こういうふうにですね服をハンガー代わりにね引っ掛けたりすることもできます。また複数組み合わせてですねこういうふうに釣り竿ロッドを乗せることもできたりするものなんですけれども、僕がねなぜこれを購入したのか、そしてなぜデジタルガジェット系のうちのチャンネルでこれを紹介するのか、動画をね見ていく中でお分かりいただけると思います。ですので最後までねよろしければご覧いただきたいと思います。それではねまずは商品のね細かいところをチェック、そこからね始めていきたいと思います。はい、それではね中身を紹介したいと思うんですが、もうすでにですね中身は取り出して仮組みをしております。でこれはねもう空箱なんですけれども、箱をね先に紹介しておきます。裏面にですね組み立て方法等が載っております。で大事な点をね一つ紹介しておきますが、これですね耐荷重は5キロまでということになっております。でまた後で紹介しますけれども、バーをですねずらしたりすることもできるんですけれども、こういうふうに取り付ける場合は引っ掛ける荷物は2キロまでということになっておりまして、このあたりはね注意して使っていただきたいと思います。はい、それではね中身を紹介しますが、入っているのはねもうすでにこう仮組みしていますけれども、これが本体、そしてあと付属品ですね、こういったものが入っております。でちょっと細かいところを見ていきたいと思いますけれども、ここですね、ここにヘッドレストのポール2本を入れて固定します。で固定する際ですけれども、ヘッドレストのポールの太さに応じてこの付属品の中にスペーサーが入っています。で2種類のねスペーサーが入っていまして、ちょっと見えにくいと思うんですが、分厚いものと薄いものですね、この2種類が入っております。で先ほどの箱に、その取り付け方法があるんですけれども、ヘッドレストのポール系が12ミリのものは厚型のスペーサー、そして13ミリのものは厚型と薄型で、さらに14ミリのものは2本とも薄型というふうに使い分けてくださいということですね。で取り付け方法はですね、ここネジ式になっておりまして、はい、これを外してやるとこういうふうにね、2つに分かれます。ですのでヘッドレストをねちょっと出してやって、そのポールをこの挟み込むようにしてやります。でその時に先ほどのこのスペーサーですね、これを挟んでやるというふうになっております。でまたこのネジですが、一応ねこういうネジになっているんですが、これ片一方はねこういうふうに止まりますので、あとはねこれを手で締めていくだけです。工具は必要ありません。はい、でこのね取り付け部分のここですね、ここはプラスチック製ですね、それほど頑丈ではなさそうなので、先ほどね耐荷重しっかり守っていただきたいんですが、この先にこういうふうに太いフックがありまして、であと特徴的なのがこのポールですね。でこのポールは金属製です。でこのポールがですね、太さが20ミリ、そして長さが450ミリとなっております。で取り付けが終わった後にはね、こういうふうな両端にね取り付けるゴム状のものも入っております。
最初に言ったね、なぜ僕がこれを購入したかっていうところなんですけれども、まあ、一つは単純にですね、助手席の後ろ側ヘッドレストにフックが欲しかった、それだけのことなんですよ。っていうのは以前ね、車中泊に行ってちょっとね収納に困ったんですよね。リュックとか引っ掛けるところがね欲しいなというのが一つありました。でもう一つはこれ、車載でカメラを固定するバーとして使えるんじゃないかっていう点なんですよ。でこのねマルチバーポールがついているっていうことが大きなポイントで、ちょっと見てほしいんですが、このポールね、今仮組みしてますけども、ここにねこういうふうなストッパーがついてるんですよ。でこれを外してやるとヘッドレストのポールに取り付けた状態でもこういうふうにですね動くんですよね。位置をねずらすことができます。でなおかつこのストッパーを止めてやるともう動かないし回らないんですよ。ということで、例えばこういうですねクランプですね、これをはいこういうところにね取り付けて、そしてここにカメラアクションカムとかをつければ車載カメラとしてね撮影できるんじゃないかと思ったんですね。まあ、これもね先日車中泊の動画を撮ったわけなんですが、カメラの置き場所、走行中にもっと違う画角で撮りたいなとか、あるいは車中泊中ですね、車内で料理してたりとか、そういう時にちょっとね画角を変えたいんですけれども、狭いのでなかなかねカメラをね置くところがないんですよね。三脚をね置くのもねちょっと難しいですし、それならば車のどこかにこういったクランプを使ってカメラをしっかり固定できる場所が欲しいなということで、これ使えるんじゃないかということで購入してみました。ではね、この後早速車に取り付けて撮影実験やってみたいと思います。はい、取り付け完了いたしました。こんな感じですね。かなりね、しっかり取り付けていますね。で、このフックね、さっきお話したように、こういうふうにね、物を引っ掛けることもできますし、またこのバーのところですね、こういうふうに何か傘とかね、引っ掛けたり、それからこういうね、ジャケットというかウェアを引っ掛けたりというような使い方もできます。で今回は実験としてですね、そういう本来の使い方ではなくて、これをよいしょストッパーをね外して、ちょっとこう真ん中気味に寄せて、そしてここにですねこれですねクランプ、これを取り付けて、で車載カメラですね、撮影が走ってる時にやってみようということですね。でこの上にねつけるのがこちらになります。インスタ360X3 です。はい、こんな感じで取り付けてみました。ではね、走行中撮影してみたいと思います。はい、ということでね、ここからはマルチバーを使ってね実際に撮影した映像を見ていただきたいと思いますけれども、まずね走行中どんな風だったかっていうところなんですが、この映像ね見ていただいたら分かるように、まあ走行の振動ですね、多少ねブルブルっていう震えはあるんですけれども、このマルチバー自体が金属製でね結構硬い上に短いので、なんていうんですかね、あの長周期といいますか、ビヨンビヨンっていう揺れ方はしないんですよね。まあ、ガタガタっていう道路のね振動とともに多少ブルブルっとこう震える程度で、この程度のね振動であればカメラ自体のね手ブレ補正機能でカバーできる範囲内だと思います。で実際の X3 が撮った映像なんですけれども、
ちょっとね、説明しやすいようにインスタ360の編集画面でね、見ていただきたいと思います。はい、こちらがね、実際の走行シーンですね。で、通常ここにね、あの ZV-1 載せてますけれども、よくあるのはダッシュボード上にね、カメラを置いて前方に向けて撮影するっていうことが多いと思います。で、僕もね、あの今までこういう撮り方をしていたんですけれども、それだとね、まあ当たり前なんですけど、前しか映らないんですよね。で、人によってはですね、自分が運転している風景、自分も映し込みたいという方おいでますよね。で、そういった場合にまずね、このカメラを置く位置、画角、非常にね、いいんじゃないかなと思います。またね、カメラとの距離がね、非常に近いので、はい、こんな感じね、ポールがここにありますけれども、結構ね、しっかり大きな声で喋れば声もね、十分拾ってくれます。はい、またね、ここにカメラを置く利点として、ダッシュボードと違ってこちら側ですね、こういった角度で外の風景を撮りたいというような時にもこの画角使えると思います。まあ、この日はね、ちょっと車内の暗さと外の明るさ、アンバランスすぎて外はね、白飛びしてしまってるんですけれども、例えばね、横の風景とかですね、あるいは後ろの風景ですね、こういったものも撮れます。なので、この後ろの風景なんかはですね、複数の人数でドライブをする時の Vlog なんかをね、撮るのにいいんじゃないかなと思います。後ろの人もね、映りますよね。はい、また反対方向もこのようにね、風景を撮ることができます。で、見ていただいたら分かるように、先ほど言ったようにね、手ブレ補正効いてますので、これね、十分使える動画になっていると思います。まあ、ちょっとね、カメラの性質上かなり広角に撮れてますけれども、まあ、編集でね、こういうふうに前をね、アップにすることもできますし、なかなかね、面白いドライブ動画が撮れるんじゃないかなと思います。まあ、こういうカメラを固定するものとして、このマルチバーね、非常に使えそうだということが分かりました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、もう車に取り付けたので箱しか今ここにないんですけれども、土屋ヤックさんの車内用品ですね、ヘッドレストマルチバー RV69 を紹介しました。で、まあ、もともとね、あのカメラを搭載するためのものではないんですけれども、耐荷重ある程度ね、余裕がありますので、まあ、一眼とかですね、重たいカメラはちょっと難しいなと思うんですけれども、コンデジとかアクションカムだったら十分にね、取り付けてしっかり固定して撮影することができますので、これまでね、ダッシュボード上にカメラを置いて撮影していたんだけれども、もっとね、違う画角でも撮りたいという方にね、このマルチバー使えるんじゃないかということで、一つのね、提案として今回ね、まあ、実験してみました。参考にしていただけたらと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。